今日はもう質問をどん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 受け付けようかなとはいどうぞ質問対象ネクシリアス前提ネクスファイ1.5が終了となったとき疑問、えー、ネクスファイ1.75エクスファイ2.0ネクススダービーアトランティスの稼働までの時系列を教えていただくことは可能でしょうか はい可能ですまず1.5がもう終わりますね、皆さんね。2.0にこれから切り替わります。で、2.0へ切り替わるタイミングなんですけれども、今ね、あのまさに投票をね、終わったところかなというふうに思うんですけど、まあ、約96%の方々がイエスというふうに投票をね、してくださったので、1.5からそのまま2.0に移行すると。 でまあ、今回ですね、あの非常にまあ面白かったのが、大口の人たちが誰一人ね、脳を選択してなかったんじゃないか説があってね、やっぱりその大口の方は、当然ね、ケアしなきゃいけないので、大口の方の意見っていうのが結構目立ったかなと。まあ、それによって96、96%っていうね、大口の人たちが脳に入れたら、脳にしっかり傾くようにあのなってましたんで、まあ、しかもみんな、イエスに入れたのかなっていうふうに思っています。 で、この上で、とにかくですね、1.5からそのまま2.0に移行するというふうになりますので、2.0がこの時系列でいうと一番最初と。で、2.0が始まってからですね、始まってからまあ約2週間ぐらい経ったら1.75に持っていこうかなと。で、えっ、ー、と、アトランティスっていうね、マーケットプレイスがポリゴンブロックチェーンで作ってたんですけれども、バイナスマッチェーンに切り替えるということで、 アトランティスという名前ではなくてですね、馬の専用の,の NFT マーケットプレイスと、あとこっちでまた別のですねああの大きめの企業と組む機会がありまして、そこでその NFT のマーケットプレイスをまあ一緒にやっていくということになっているので、アトランティスではなくて名前だけ変わります。ただ、えっと、NFT マーケットプレイスは今まで通りり、ね、出ると。 で、それがポリゴンと BSC、両方対応しているものっていうのを出せたらなっていうふうに思ってますね。で、それがまあ今月中に、でかもうできてるので出せるんですけど、先に1.75のあれで、あのオープンシー使いますんで、オープンシーをまず1ヶ月そのまま使って、アナーキーさんとのね、コラボの NFT でね、オープンシー使いますんで、そのままオープンシーを使ってから、来月中か、まあまあ、でも正直いつでも出せる状況です。あとは、あの、もう本当に試乗したいかなっていう。 まあ先は読めないんで、まあ、とりあえず、あのネクサスダービーのベータ版が出るのがまだ予定なんでね。8月1日かも8月の最初の週というふうに今予定してますんで、それまでには NFT マーケットプレイスはオープンさせようかなと思ってますね。なので時系列でいうと、2.0、1.75をアトランティスネクサスダービーですね。BSCA の切り替えについて、NEXPY1.5 から2.0へ自動継続になる場合、 現実に BSC に切り替え予定だったかと思いますが、NEXPY が自動継続になった場合、2.0へ継続で預けられることによる NXT は自動で BSC に切り替えるんですかそれとも NXT はポリゴンのままで報酬として配られるリディアのみ BSC になるんですかはい、NXT はポリゴンのままです。ポリゴンのままなので、えー、今までの NFT もそのまま使います。 で、報酬として加われるエリディアに関しては BSC、バイナンスマートチェーンで加、えー、られるようということですね。なので、メタマスクの中に、えー、BSC のチェーンを必ず、えー、入れておいてください。ネクスファ p y 2 0で配布するリディアの基準日時について、ネクスファ p y 2 0スタート時点からステーキング参加している場合、ネクスファ p y 2 0では 1NXD に対して200リディアの報酬がもらえるということですが、 スナップショットはいつのでしょうかいつの時点の NXD 預け入れ枚数に応じてリディアが配布されるのか知りたいです。また、スナップショット取得以降に NXD を追加でステーキングすることは可能なのでしょうかえっ、ー、とねあの、スナップショットは特に取るつもりはないです。これ結構ね、時間がかかって大変な作業なので、ウォレットをつないでもらって、そこに NXD が入ってれば、それに対して 1NXD イコール200リディアの計算で60日間で日割りでもらいます。 ネクスファイ2.0後の、えー、ネクスファイ3.0ステーキングの対象と報酬2.0完了後の3.0におけるステーキングの対象と報酬について1 n x t とリディア同時に、えー、ステーキングできるのかその時の報酬は何なのか Nexfy3.0 はまだ決まってないですね Nexfy2.0 が先なのでリディアの場合ロックされているリディアはステーキング可能なのかロックされている通貨をステーキングするのはできないですね NXD とリディアが同時にステーキング可能な場合、ブースト NFT は両方に有効なのか、ブースト NFT は NXD に使えますね。リディアのステーキングは BSC なので、また別ですね。まあ、リディアのステーキングにブースト NFT 使うかどうかがちょっとまだわかんないです。基本的には NXD のステーキングに使われるのがダーワーカーズっていうふうに思っていてください、えー。ネクサスネーションバンク a n 全てマティックトークの必要性、今後リディア、BSC へ移行していくと、 するとポリゴンチェーンのガス代用に NNB に置いてあるマティックは必要なくなるのでしょうかマティックも BNB も少しずつ入れておいてください。対象、リディア、レースの上場、ネクサスダービー、ベータ版ローンチが3月最初。ネクサスダービー、ベータ版ローンチ時点で、レースは独自 DX が出来上がり、上場している認識でしょうかもしその場合、レースはリディアで購入することなので、ネクサスダービー、ベータ版ローンチ前にリディア CX に上場させるんでしょうかはい、そうです。 えーとネクサスダービーベータ版ローンチ前にリディア CX に上場させるかどうかはまだ分からないです。まあ、今、取引所とその打ち合わせをちょうどしてますね。はい、事前質問以上ですありがとうございました。今日ですね、ちょうど今日なんですけど、NXD のオーナー権、オーナー権利、オーナーアドレスをデッドアドレスに変えます。つまり、オーナー権を棄却してですね、放棄して、完全な NXD の分散化を狙っていきます。はい。